よいしょ。これでうまくいってるかな。はい、ご視聴ありがとうございます。これだと、ちっちゃくして、あれ？よいしょ。こうかな。はい。ご視聴ありがとうございます。ちもちもでーす。今日はね、エニーレールっていうので、N ゲージのレイアウト設計をしてみたいと思います。まあ、基板の、なんだ、N ゲージの、これですね。これ作ったんで、往復走行がね、できるように、ちょっとね、エニーレールっていうのを使って、N ゲージのね、レイアウト設計をしてみたいと思います。じゃあ、一応ね、さっきね、ほら、こんな感じで 中古のレールをですね、ポポンテッタに行って買ってきました。で、こんな感じでね、ほら、穴を開けましたよ。これ、280mm の28センチのね、レールで、こんな風にね、穴を、ドリルで開けました。まあ、子供がもしドリル開けるんだったら、まあ、親にね、頼んでね、穴を開けてもらったらいいと思います。6.0mm の、あ、6mm のね、直径 6mm の穴です。直径6です。で、ここにね、センサーをつけて足をこう横に倒すんで、ここもね、少し切り込みを入れました。ここね。これでセンサーをね、ちょっと取り付けてみたいと思いますが、ちょっとセンサーの前に、エニーレールでね、ちゃんと設計をしてね、どんなレイアウトにするかちょっと考えたいと思います。よいしょ。これはちっちゃくして、こうね、こんな感じでね。で、エニーレールっていうのがあって、よいしょ、これね、こんなソフトなんですよ。で、日本語にしてあります。これね、ファイルとか、あと、ホーム、表示オプション、図形の挿入、線路ライブラリ、オブジェクトライブラリ、ユーザーオブジェクト、レイアウトの詳細設定っていうふうにね、こんな風に分かれてるんですね。よいしょ。あ、トミーさん、どうも。はい、こんにちは。ライブ配信をしてます。で、エニーレールっていうのがね、とりあえずトライアルバージョンなんですけど、無料で使っていいよってことなんでね。無料で使わせてもらいます。最初ね、開いたら、英語なんですよ。だから、こういうランゲージズってファイルのね、あ、JR 九州さん、どうも。パンタグラフ故障で数ヶ月間 KK に留置されていた 303K、トップナンが無事、唐津に帰還いたしました。DE10 に牽引されての帰還です。そして、もう2月、雲やも九州県速来そうです。お、なんかいろいろとあって楽しいですね。イベント尽くしじゃないですか。いいですね。で、エニーレールがですね、こう最初ね、立ち上げるとね、英語なんですよ。だから、このね、ファイルのところで、最初ね、こんな風になってるんですよ。あ、最初立ち上げるとほら、ファイル、ホーム、ショー、インサートとかこんな風にね、もう全然わかんないと。もう全然わかりませんと。多分ね、エニーレール使いたいんだけど、どうやって使ったらいいんだろうみたいな人がね、多分多いと思うんですよ。で、もう全部英語だし、もうクソ難しいと。そういう時にはね、最初、ファイル、オプションズって選んで、で、そうするとほら、一番最初にやるのは、ここの、オプションズの中のランゲージズってところね。これを、日本語にしましょう。日本語ね。そうするとほら、みんな誰でもできそうな感じがしてきたでしょ？
で、もう一回ね、ファイルで、オプション設定というのをやります。それでね、こうやってね、ライブラリーってやったときに、私はね、もう N ゲージしか使わないんで、もう他の G ゲージとか、あとこういう HO ゲージとかね、Z ゲージとか、まあいらないんで、基本的にはもう、まあその他とかシンボルとか、まあこの辺はね、自分の使うやつだけ、選んでもらえればと思います。あとはね、変えてないですね。文字列なんかも特に変えてないです。ユーザーデータも変えてないです。はい。こんな風にね、設定してます。で、決定をして、で、最初に、まあ、何をやるかっていうと、名前をつけてレイアウトを保存っていうのをやります。はい。これでね、テスト、まあ、なんだ、往復走行基盤キットのレイアウト設計ね、設計ね。で、保存ってやって、で、右下のね、ほら、ここの、あ、右下見えないじゃん。ちょっと待って、右下のとか言いながら、これがあるから見えない。ちょっと一回ウェブカメラは閉じますか。ね。右下のね、このプラスとかマイナスってやるとほら、レイアウトが、ここの枠がね、まあ、使えるレイアウト枠なんですね。ね。これを使って、設計をしていきます。まあ、これでこんな風にやって、で、このレイアウトは何センチかける何センチなのかとかね、そういうのがあって、最初に一番右側のね、これですね、レイアウトの詳細設定というところで、まず寸法単位選択っていうところをね、これ私の場合、最初ね、センチになってるんで、まあ、トミックスとかのカタログとか見ると280とかなんか書いてあるじゃないですか。140とかね。そしたら、それはミリなんですね、単位がね。だから、これね、メートル十進単位っていうやつを、これを選びます。で、これはね、有効な、小数点の桁数ね、2っていう 0.01 とかね、そういうやつですね。これは2のままでいいんで、これはこのままにしときます。で、あと、何を設定するかっていうと、ね、次、これね。これですね。この横と縦ね。まあ、これ、よいしょ。じゃあ、こんにちはと。これがね、普通、ベニヤ板なんか買ってくるとね、900×600 とかですよね。だからね、ここね、900×600 っていう風に、えいってやってあげると、これがね、900、縦が、あ、横が900でしょ。で、縦が600っていう風になるんですね。で、これで、ここのちっちゃいマス目はじゃあ何なんだって言ったら、この格子線を表示するってところ、これね。これ。で、さらに、背景か。格子線を表示するってところで、こっちもあるんですよ。格子線を表示しない、あとグリッドの補助線も消すと。こういうことができますね。これ補助線ね。こっちの薄い色が補助線。で、格子線を表示する。ね。で、私の、まあ、最初ね、多分50っていう数字が入ってるんですよ。よいしょ。こんな感じでね。で、50って書いてあると、ここの一マスが50ミリってことですね。だから900の中に、900ミリの中に50ミリが何個ありますかって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18と、18個ね、ありますと。
900÷50 は何ですかね。ちょっと計算してみましょうか。軽くで、ほら。こうやって出すと、900÷50 ってやると、ほら、18ね。18個の白いマスがね、できてますと。こっちもね、こっちが縦で600というふうになってるんで、じゃあ50のマスが何個ありますか？600÷50は12個マスがありますと。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ね。これで12個マスありますよね。こうやって使うんですね。で、これでね、あと、この線とか図形をね、配置していくのに、こういうところにこうピタピタピタっとね、合わせた方がなんか結構簡単に書けるんで、ここをね、チェック入れます。そうするとこれ、補助線が28なんで、こういうふうにほら、なんか、濃い線はこっちね、こっちの格子線っていう方で、薄い線は、補助線。で、こっちもね、50ってやってあげれば、はい、綺麗にね、引ける。で、もうちょっと細かく考えたいよって言ったら、25ってやってあげれば、ほら、ね、真ん中にこうやって入るでしょ？ね。で、あとこの辺はね、なんか敷地らしいんですよね。こういう、許容範囲で、なんか、作るのかな。まあ、あんまり、いじってないですね。で、なんで28っていう数字を入れるかっていうと、線路が28センチなんですよ、トミックスのレールって28センチなんですよ。だからね、900×600 のベニヤ板にそのまま、ペタンって乗せると、まあ、いいんですけど、まあ、28センチのレールを乗せていきたいんで、私はね、ちょっとここを28にします。こっちね。で、そして、こっちの格子幅も、まあ、28とか14とかね。こんな感じにします。そうするとね、ちょっと、こういう余白ができるんですね。これでとりあえずレイアウトの準備ができてますと。で、次何をやるかって言ったら、レイヤーっていうのを選んで、ここをね、私の場合はね、板。で、レイヤーを追加。次はね、板の次はレール。ね。で、その上に、今度じゃあ、ストラクチャー、はい。こんな感じで、レイヤーをね、レイヤーを、はい、まあ、作りますと。で、とりあえず板はこんな感じで、レールは、じゃあ、レールを選択しますと。で、じゃあ、早速ね、ぐるっと回る、線路をね、敷いてみましょうと。そういった時は、今度ね、線路ライブラリーっていうところから、ほら、ここにトミックスってあるじゃないですか。で、ここのトミックスの N トミックスファイントラックというのがあるんで、これをね、選択します。そうすると、ほら、こうやって、はい。あ、レイハムチャンネルさん、こんにちは。はい。これね、線路のね、パーツが全部バーッと出るんですよ。で、280ミリっていうのが、基本なんですね。で、1個隣を見ると、こうやってほら、こうやるとポップアップで、まあ、1022S280 で N トミックスファイントラックっていうね、製品名があって、直線レールですね。これが280ミリなんで、じゃあこれをね、こうやって、ドラッグ&ドロップでもいいですし、そのままね、ダブルクリックでも、出てきますね。で、まあ、とりあえず、この辺にポチッと置きますと。で、またもう一個ね、
持ってくると、こうやって、で、ここをね、こうやってほら、重ねると自動的にくっついてくれるんですね。はい。これ便利ですね。で、これ直線つなげたら、これね、直線2個だとね、900×600 だと、間に合わないんですよね。で、とりあえずじゃあ2本で、引きますと。で、じゃあ次、カーブ。カーブは、どうやって調べたらいいかっていうと、よいしょ。トミックスのページで、トミックス、レール。よいしょ。こんな感じでね、トミックスのレールっていうのがあるんで、これでね、基本レイアウトプランっていうやつがあるので、それをね、見つけます。こういうほら。あ、これがいいかな。はやぶさのやつとかね。そうするとほら、直線とカーブレールって、セットで売ってるんで、カーブってじゃあどれを使ってんのかというと、これですね。C の280ってやつですね。この C の280っていうのがぐるーっとね、回ってるんですね。で、280の直線レールね、を使ってる。あと、140のこの、直線280ミリの半分のレールを1個2個と2個使ってる部分もありますと。で、やっぱりレイアウト寸法っていうのはほら 560×1120mm っていうね、ちょっと 900×600 だと足りないんですよね。で、とりあえずね、カーブは280っていうのが分かったんで、ちょっとね、よいしょ、この中にね、よいしょ、こっちのエニーレールに戻ってきて280、あ、これかな？これですね。C280 の45っていうのありますね。これは、C280 で45度のね、角度の、カーブレールですと。で、これをね、こうやってドラッグ&ドロップして、はい、こうやってくっつけると、くるんと向きを勝手に変えてくれるんですよ。これで、くっつきましたね。で、ちょっとレイアウトからはみ出ちゃってるんですけど、とりあえずこうやってね、くっつけていきます。ここも、こう。こっちも、こう。こっちも、こうね。結構はみ出てますね。で、これね、もうくっついてるんで、どこか一箇所ね、こうやって選択して、ドラッグ&ドロップするとね、こんな感じで、持ってこれます。あ、かなりね、900×600 だと厳しいですね。よいしょ。とりあえず、こんなところに置いとこうかな。とりあえずは、こう、こんな感じで、よいしょ。こっちか。はい。じゃあね、また、S のね、280、ポチッと押して、ここくっつけます。まあ、せっかくなんでね、140mm ね。なんか 158.5mm っていうのもあるんですけど、これまあ、140ですよね。140を1個、2個、ね、2個。もし1個余分に出しちゃったら選択して、右クリックして、削除ってやればね、消すこともできますね。じゃあとりあえずね、これ140をくっつけちゃいましょうね。こうね。で、また140を、くっつけますと。で、今度カーブレールで、これ354っていうのは外側の、伏線にした時のね、外側のカーブレールのことですね。で、280の、これね。で、こうやってくっつけます。で、もう一個。こうやってくっつけます。もう一個、くっつけます。もう一個、くっつけます。えいっと。くっついた。くっついた。で、なんかレイアウトが、ほら、足りないですよね。で、この場合は、板を選択して、さらにね、今度、レイアウトの詳細設定のところに行きます。で、今、900×600 で、さっき、ここにほら、560×1120
1120って書いてあるんで、横が1120。はい。で、縦が560。ね。これはもう本当に、こうかな。これだとギリギリですね。ね。これだとね、本当に、ぴったり、ぴったりなんで、じゃあ、この、1120と560の板を買ってきちゃうと、こんな風になっちゃいますと。これだと困るわけですよね。だからこれで、設計をしてる段階で、ああ、板はこれじゃダメだなとかっていうことがわかるわけですね。まあ、事前にね、まあ、板を買ったり、レールを買ったりするときに、まあ、事前にね、わかるというのが設計のいいところなんですね。こうちゃんとね、こういうのを紙で書いてもいいんですけどね、せっかくエニーレールっていうソフトがあるんで、紙に書くよりも、まあ、コンピューター上でやるととっても楽ちんですと。で、実際ね、これレールって基準の、これ280なんですけど、280mm のレールが基準なんで、やっぱりね、最初のこの一マス一マスを28で揃えた方が、綺麗にね、このマス目が書けるんですね。だから、格子線とかは28っていう風にしてます。で、やっぱり横とか縦は、やっぱり28の倍数で考えた方が、いいですと。だからレイアウトの板を買うときに、じゃあ、もう、これだとちょっと足りないと。じゃあ、どうするかっていうと、ちょっとね、ちょっと待ってね、今ね、あと寸法を引くっていうのがあって、これ、寸法を引くを出したら、ここのね、端っこのところをね、こうやって、この辺に持ってくるんですよ。で、今度反対側を、こうやって持ってきて、まあ、大体この、こんな感じかな。ヒッとやると、よいしょ。こっからここまでだいたい1120というふうになるんですね。で、これだとほら、板がギリギリじゃない。だから、これよりも、まあ、28の倍数で、少し大きめの板をね、買わないといけないなってことで、よいしょ。またね、ちょっと計算しないといけないんですけどね。1120になるように、28の、ちょっと待って、1120は、28の、あ、40倍なんだ。だから、少し大きめの板にするには、まあ、足す28とかにすると、あ、ちょっとごめんなさい。間違えました。40倍だった。28×40 倍の1120でしょ?足す28とかにすると1148と。そしたら、レイアウトのここで48。ね。で、エンターってやると、少し一マス増えますと。あ、でももう、まあ、ここ一マス増えても28ミリしかここ隙間がないっていうのがわかるんですね。だからね、まあ、もうちょっと増やした方がいいなと。28、じゃあもう一回足そうということになって、多分56になるのかな。えいと。間違った?ミスった ?66 かな ?66? あ、これも違う?あれ計算できない軽くで 42×28 は1176ですね。1176。はい。これで、とりあえず、こうやって、えいって持ってくると。ね。だいたいこの辺に、えい。まあ、揃ったところにね、
こう、えいって持ってくると、ほら、ちょっと隙間ができてね。あ、これ、あ、こんな感じでいいのかっていうのがわかるわけですね。で、これちゃんとなってるかなって、こう、寸法のやつをね、矢印のやつ持ってきて、えいと、やると、はい、1176っていう風にね、出てくるわけですね。あと、こっちの縦の方もね、まあ、合わせないといけないんで、で、縦の方はね、どうやって合わせるかをね、ちょっとね、考えたんですけど、まあ、28、なんかね、トミックスのレールって伏線にすると、レールとレールの幅の間が37ミリなんですよ。よいしょ。なんかね、レール関連かな。レールってあるのかな。なんかね、レールのね、どこにあったかな、なんかサポートだったかな。ちょっとレールを。レールでね、レールで、どれだったかな？サポートだったかな？レール間隔。あ、これこれ。トミックスのレールの規格っていうのがちょっと載ってまして、これのね、レールとレールの幅、あ、あった。よいしょ。はい。この左上のね、トミックスのレールの伏線間隔って書いてあるところがあって、よいしょ。これね、レールとレールの、間隔は37ミリですっていうのがあって、で、なんかね、37ミリ開けておかないと、まあ、真ん中に駅が置けないとか、あと、まあ、困るわけですよ。そういったことで、今度ね、縦の方を増やす場合は、37の倍数で増やしていった方がいいですね。まあ、格子とかを一回ね、今度、横方向は28なんですけど、37。ね。で、縦は37の倍数になるようにやった方がいいですね。